どうもこんにちは、池川さんでございます。今日はですね、コーンスネークのケージのお話でございます。まあ過去にね、何度もケージのねお話ししてるんですけれども、やっぱり結構ケージでね悩む方が多いので、まああくまでも俺の考え方なんですけれども、お話ししていきたいと思います。まず最終的なケージはね、結構悩むところが45のサイズか60の規格がで悩むと思うんですけれども、割と大きいコーンスネーク、アニーさんとか、まあそれぐらいのサイズになってきたら、45のままか、それとも大きいケージを用意した方がいいですかって悩む方は結構います。まあそこら辺で悩まれている方も確かに声は聞くんですけれども、まあ小さいうちは小さいケージで十分なんですけれども、最初フルアダルトサイズになってくると、俺的にはですね、実は60ぐらいは欲しいかなと思います。まあというのもですね、理由がありまして、今これこちらね、あずきさんのケージなんですけれども、まだね小さいんですよ。入れ物とあずきさんの生態のサイズが小さくて、入れ物とシェルターと水入れ、これがねまだ小さいサイズなんですよ。けどアニーさんになったら、シェルターもだいぶ大きくなって、水入れもだいぶ大きくなります。でね、これやってると、まあシェルター入れない、まあシェルターね使ってないっていう人は関係ないんですけれども、こういう水ごけシェルターをタッパーで自作してるような方、使ってないっていう人は関係ないんですけれども、これと水入れって使ってると、45センチ、幅が45センチのケージだと結構ね狭くなるんですよ。意外とやってみるとわかると思うんですけれども、結構狭くなります。でコーンスネークアニーさんなんですけれども、実質ですよ、今こんな感じなんですけれども、よいしょ、これがね約20センチあります、横幅。これがね約15センチあるんですよ、水入れの横幅。なんでこんな風にねくっつけてやっても、だいたい35センチぐらいあるんですよ、幅が。もうちょっとあったっけ、35センチ、だいたいそれぐらいなんですよ。で、それ考えると、45センチのケージは、ここにだいたい仕切りが来て、まぁ、ちょっと前も空いて、で、残り10センチぐらいしかないんですよね、このスペースっていうのが、余白のスペースみたいなのが、こんな感じで。10センチあるかないかっていうぐらいまで狭くなります。意外とね、これやってみるとね、窮屈なんですよ。意外と窮屈。でね、さらに言うと、これがね、こういうタイプ、いや片一方開きのタイプだと非常にねこうメンテナンスっていうのがねしにくくなります。まあシェルターのね、水ごけシェルターのサイズを小さくしたり、水入れ自体を小さくしたりしてやったら問題はないんですけれども、実際こうやってみるとわかるんですよ。やってみると、これをこの2つを例えばこっちは45センチの京本影のケージにバンって移すと、全然スペースがないんですよ。これ45-45で、こっちが60-45、幅60センチなんですけれども、結構狭くなりますよ、本当に。意外と狭くなって、メンテしづらくもなりますし、こういうスペースが狭くなって、生態がね、うろうろするところはね、割となくなるかなっていう感じです。なんかね、窮屈な感じはします。非常にやってみると、そんな感じですね。なので、最終的な大きさのケージにするんだったら、まあこれぐらいのね水ごけシェルター入れるんだったら60センチが個人的にはおすすめっていうのもありますし、割とね広かったらね、餌入れた時に追いかけて迫力ある食べるシーンがね、これ池餌の人しかわからないと思うんですけれども、そういうシーンが、見れたりします。なので意外とこの幅、水入れと水ごけシェルターで締める幅とかもう考えると、45-45だとちょっと手狭な気もしますね。まあそこはシェルターの大きさ次第、自分が使うねシェルターどれぐらいのサイズしようかなとか、水入れどれぐらいの大きさにしようかなっていうサイズ次第で、ちょっとこのね余白っていうか、何も置いていない底面積、こういうねこう何もないところ、こういうところっていうのな面積っていうのは割と変わってくるので、その辺はね、自分で考えたらいいとは思いますけれども、割と余裕を持って大きめのシェルター入れたり、広めのね、水が好きで水入れの中常に使ってるよっていう子には、広めの水入れ入れてあげて、ちょっとゆとりを持つようにすると、
ちょっと手狭な感じはしてくるので、なんともですね、コーンスネークのこの KJ 選びっていうところは悩みどころですね。まあ、45、45か60、45、これぐらいがですね、最終的に飼育するんであれば一番ベストではないかなと思います。ベビーだとこれぐらいでも買える、ベビーサイズだとまだ30、30でもいけますし、こちらね、名前なんだよ、いつもこれの名前忘れる、のやつでも買えます。まあ、最終的にはこういうね、これぐらいの入れ物に入れてあげるのが一番ベストかなとは思いますので、ぜひね、あのコーンスネークこれからね飼育しますよっていう方はね、ちょっとあのケージ選びとか中に何を入れるか、自分のねレイアウト、好きなレイアウトでもねちょっと悩んでみてはいかがでしょうか。一回ね、俺コーンスネーク兄さんにね、めちゃくちゃ中にね食虫植物じゃねえや、観葉植物入れてやりましたけれども、うんちっちの掃除がね大変なので結局撤回しました。まあそういった感じでですね、割と広めだったらレイアウトもできますし、広めの水入れとか、広めのシェルターっていうのを導入することもできます。なのでその辺はね、ちょっといろいろ考えてみてください。以上ね、あのケージ選びっていうか、まあこういう感じで割と聞かれます。どれぐらいのサイズが最終的にはいいですかっていうことなんですけれども、個人的にはまあ45、45、ただしその場合シェルターとか水入れのが小さくするか、まあある程度遊ぶスペースというか余白のスペースを狭くするか、まあ60、45で割と多少なりとも余裕を持たすっていう、この二通りの考え方してみてはいかがでしょうか。また質問リクエストありましたら動画のコメント欄によろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。